はい、皆さんこんにちは。 Mac mini がね発表されて2日弱ね経ちますけど、でいろいろね掘り下げて見てったらね、もしかしてこの Mac mini のね M2 Pro のやつってベストバイなんじゃないかななんてちょっと思い出したんで、今日はねそのあたりの理由についてね、話をしたいと思います。はい、ということで M2 Pro、M2 Max の MacBook Pro とね同時に発表されたんでね、まあ、2つをまとめて、まあ、動画にねしていましたけども、今日はね Mac mini の話をもうちょっと見ていきます。で、まあ、その時のスライドにですね、まあ、過失修正をしたのがこんな感じですけども、でやはりね Mac mini については M2 Pro が選べるようになったっていうのがまあ一番大きいのかなと思いましてね、コア数も CPU 最大12コアGPU も最大19コアのものが選べるようになっております。で、ストレージの方もね、最大8テラまで選べたりするのも大きいのかなというところ。で、M2 のプロが追加されたことで、最大3台の外部ディスプレイにつなげるというのも大きいんじゃないかと思います。で、M2 プロについては本日の話題ですけども、早くもね、Geekbench のスコアがお目見えしたということで、でこちらが M2 Pro でも CPU 12コアの方ですから、まあ、上位機種の方だと思うんですけどね。で GPU はここには載ってませんけども、まあ、CPU のセットから見ると19コアの方じゃないかと思われますが、でメモリが 16GB という記載がねしてありますけども、まあ、なんとシングルコアスコアが1952、そしてマルチコアスコアが15013ってことでですね、M1 Max の10コアのやつを超えてしまったということでね、すごいですよね。なんでね、これ左下マルチコアスコアの順位ですけどね、これ上から4番目になってしまったということで、これインテルの Mac Pro の16コアのもの、これ私が使ってたやつをね、超えてきましたよね。で、M2 についてはね、夏に MacBook Air が出ていましたから、もうスコアもね、出ていますよね。右下、これマルチコアスコアで8739と、まあなんかね、この左下の Mac mini の M1 のやつと比べても、まあ1300ぐらいの、まあ、スコアが上昇ってことでね。まあ、そういう意味では、まあそんなにね、劇的という感じでもなかったんですけどね。っていうのも、この M2 と M1 の比較においてはですね、総コア数が8コアのままでしたからね、まあ、そこは変わってないわけですよね。なんでね、おそらく M2 の Mac mini のスコアは MacBook Air に近いのかななんていうね、感じが想像つきますけども、ただ違いはですね、継続的な高負荷の時に Mac mini はファンがありますからね、まあ持続性は上がるんじゃないかということで、まあ夏場ちょっとね、その M2 の MacBook Air は、まあ、加熱の問題なんかもね、ありましたけど、それは緩和されるんじゃないでしょうかね。そしてまあ今回ですね、追加された M2 Pro の話ですけどね、Pro とか Max の比較をねちょっとやりましたけど、まあ、ポイントとしてはね M2 Pro はコア数が増えてるんですよね。でこのように M2 Max の上位から M1 の Pro までね、一通りコア数をまとめてみましたけども、まあ、この真ん中の M2 Pro の上位については、総コア数12で高性能が8の高効率が4というところでですね、まあ、この CPU の方だけで言うとですね、まあ、この M2 の MAX とも同じですし、むしろね M1 の MAX の上位よりもコア数が多いというね形になってるんですね。なんでまあ M1 の MAX との大きな差は GPU の方のねコア数ですよね。そしてメモリの方がまあ最大32という点がまあ違ったりします。まあなんでね、これ CPU の Geekbench においてはですね、まあ、CPU の部分だけですから、まあ、コア数が M1 Max を上回っていることからですね、まあ、スコアの方もね、そこで上回ってきたというところで、まあ、出てきたスコアはあくまでもね、CPU だけですから、まあ、GPU の評価をするコンピュートではないわけですよね。そういうのもね、踏まえて注意点としては、やはりね、気になるのは GPU 性能の方ですよね。でこの M2 の MacBook Air では、ね、この GPU のゲーキベンチのメタルという、ね、スコアは3万ぐらいだったんですよね。これ10コアです。で今回 M2 のプロは16コアか19コアか選べる感じですから、まあ、それを考えるとね、この M1 Max には、ね、及ばないスコアになるんじゃないかっていうことが、ね、想像つくんで、まあ、この M1 プロと M1 Max の間ぐらいに、ね、なってくるのかなという感じがしますね。と思っていたらね、出てきましたね。52,792 という、まあ、メタルスコアで、まあ、やっぱりね、M1 Max よりはね、上回ることはなかったみたいですね。
で GPU はね、私のやってる作業なんかで言うと、このファイナルカットの時のねレンダリングですよね、まあ、その時ねものすごい GPU 使うんですよね。で今 4K の動画を、まあ、このフィルターなんかね、このアニメーションフィルターなんか入ってるやつをレンダリングしてますけど、そうすると基本的にこれ M1 Max の GPU ってもう完全に上までね使い切っちゃうというのがありますよね。ただね、逆に CPU の方はこのレンダリングの時ね、GPU に比べて使わないというね感じもありまして、まあ CPU についてはレンダリング中でも4割ちょっとしか使ってないようなね感じになっておりますよね。で逆にね、書き出しの時はどうかというと、で書き出しの場合はですね、この GPU ガッと100までいくこともあるんですけど、その後ね、まあプロセスに応じてこう下がってきたりして、まあ、そういう意味ではね GPU の性能の差が出にくいとも言えるんですよね。で CPU についてはコーデックにもよりますけども、例えばこれ MP4 のね、H264 とかだと、まあ、意外とねファイナルカットではね CPU も使ってくれないんで、まあ、CPU の差もあんまり出にくい部分もあるかもしれません。ただプロレズについてはですね、書き出しをすると、まあ、GPU もね一回ガッと使えますけども、その後落ち着いてきて CPU での処理にね移行したりしまして、で CPU なんかはねこのように8割近く使ったりするので、まあ、この高負荷の動画の書き出しだと CPU ってね結構重要になってくるんで、こういう場面では M2 のプロがですね M1 Max を上回ってくる可能性もちょっとね感じたりはしますよね。まあ、それで価格をね他の Mac と比べてみました。まあ代表価格なんで全部はないですけどもね、まあ、ここでまあ気になる点はですね、左の2列ですけども、まあ例えばね 32GB メモリ 1TB ストレージのやつなんかで比べますと、 M2 Pro の Mac mini は12コアの GPU 19コアのやつですけどね、これがまあ31万800円、で隣の10コアの CPU、GPU24 コアの Mac Studio が30万6800円で、まあほとんどね変わんないっていう感じになるんですよね。だからまあその下もそうですけども、まあ、CPU にね、依存する比率の高い作業なんかでは、Mac mini をね買った方が良かったりはするんですけど、まあ、ただレンダリングなんかだとね、どっちに軍配が上がるのかちょっとね気になるところはありますよね。まあ、あとはね、真ん中の MacBook Pro 14インチの M2 Pro のやつとね比べても、まあ、お値段的にはまあ10万円ぐらいね買ってくるので、まあ、そこがまあディスプレイとかね、あるいはバッテリーとかですね、キーボードトラックパッド代なのかななんていうところですよね。あとは M2 の Mac mini と MacBook Air なんかについても、まあそういうことなんだろうなというところで、そして iMac のね M1 のと比べてもやはりですね、まあお値段が Mac mini の方が安いですからね、まあ人によってはね非常にお得ですよね。それでね、価格差につながるチップ以外の違いっていうのはどういうところにあるのかなというのをチェックして表にしてみましたけども、まあ、この Mac Studio とね比べた場合には、上回ってる面は HDMI が単体使いの時 8K がねできるようになったというのが大きいでしょうかね。あとはまあ外部ディスプレイなんかね、やはり Mac Studio の方が枚数が多かったりします。そして M2 の方の Mac mini ですけどね、これについてはまあサンダーボルトがね4が2機ということで、まあ、そこはちょっとね削られていて HDMI も 4K みたいですけどね、そして外部ディスプレイは最大2台までというねところになってきます。でまあ14インチ16インチもそうですけども、この MacBook Pro についてはですね、まあ、どうしてもミニ LED の美しいディスプレイがついてますからね、まあ、その分は割高になってくるのかなというところはあります。まあ、その他ね、キーボードもあったりトラックパッドもあったりしますからね。ただね、ここで気になるのはね、やはり MacBook Pro については外部ディスプレイは最大2台でね、内蔵合計で3台というね感じになるんですけども、まあ、その場合どうしてもね内蔵のは14インチないし16インチになっちゃうので、 Mac mini はねもっと大きいディスプレイ3台つなげますからね、その点ではねかなりいいなという点ではありますよね。まあ、そんなんでね、M2 Pro の Mac mini はベストバイなんじゃないかって私はちょっとね思い始めていて、まあ、この CPU だけの性能で言うとね、もう M2 Pro 上位が M1 Max 超えをしていたりするのと、あとはね、価格が手に届きやすいですよね。512GB のストレージ、16GB メモリーので184,800円ってことで、もうディスプレイ持ってたりね、マウス、トラックパッドも持ってる方にはもうね、それ不要なものですからね、むしろ余計なものがついてこなくていいというのもあります。あとね、ポートがね、ほんと充実してますよね。MacBook Pro よりも充実していて、Mac Studio に近いっていうのもいい点ですね。
あとはね、ディスプレイの条件、これ 6K2 枚に 4K1 枚というね、もう最大3台までね、つなげますから、この点もかなりね、もうデスクトップとしてはね、使いやすいです。で、あとはね、これ実際ボディもね、軽いんでね、もしこう移動する必要があっても、外で使えるわけじゃないですけども、1.2 キロ前後ってことでね、バッグに入れてもね、ずしっと来ないというのが、もう MacBook Air 並みの重さではありますよね。そんなんでね、この Mac mini の上位機種 M2 Pro のやつね、ほんといいですよね。この184,800円の吊るしのもいいですし、あとはね、このカスタマイズね、ちょこっとやるのもいいかなと思ってて、例えばね、この CPU を12コアに M2 Max にね、並べたければ、これでね、4万2000円追加すると226,800円。これもね、いい感じの構成だと思いますしね。あとはね、ストレージについては、1ラあった方が動画編集なんかやるとしたら余裕があっていいと思いますけどね。これが254,800円。ただ、吊るしはね、かなり魅力的で、これね、やはりね、20万切ってきますから、これにした場合ですね、例えばほら、最近ってサンダーボルト接続の SSD ケースなんかもね、結構出てきていて、これ私年末から使ってますけどね。で、これはね、結構ね、速度出ていいんですよね。今ね、過去の動画のデータなんかをね、こっちに一旦ね、アーカイブから戻してから使うのにね、使っていますけどね。速度がね、サンダーボルト接続なんで、かなり速いです。これ書き込みなんかもね、2500とか超えてきてますし、読み込みの方もね、2700とかね、そういう感じなんで、これはね、M1 Max の MacBook Pro のね、内蔵のですけど、これよりはね、遅いんですけど、ただこの数字がちょっと早すぎるだけでね、かなりね、2000台いいですよね。ちなみに M2 の MacBook Air の内蔵についてはですね、書き込みが3800ぐらいで読み込みが2700ぐらいですから、読み込みって意味ではね、外付けと変わんない感じなんですよね。そういう意味ではね、サンダーボルトの外付け SSD なんかの仕様を踏まえると、この吊るしの M2 Pro のね、Mac mini なんか本当ね、いいんじゃないかななんて思ってですね。メモリも 16GB あったらね、激しいマルチタスクやんなければ、十分ね、足りることも多いですしね、もう持ち出して使う可能性のない方にとってはもうね、ベストバイの M2 系の Mac なんじゃないかと思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。